なんか重要文化財かなんかになってるんですかね。っていうことで、まあ、一応ここも駐車場らしいんですけど、まあ、わざわざここに止めて、わーっと歩くのは、ね、大変なんでね、あっちの方がいいと思います。あ、ここから一気にね回っていきましょう。まあこれでね島が、池が終わって、飛ばしっていうことなんで、ここからね島地方ってわけでございますね。まあ特にこの南西地方とね島地方はね、文化的にもそんなに変わることがないで、もう池島ってねまとめられることが多いですけど。ちなみにさっき食べた、島うどんはね、麺はあの伊勢うどんの麺を使ってるんでね、すごくあのもちもちというかあれですね、あのいわゆるあのコシが全くないあれなんで、多分初めて食べる人はねやっぱとても抜かれるんじゃないかな。で特に伊勢うどん、普通の伊勢うどんだとそういう玉ねぎ醤油のねタレをあのぶっかけみたいな感じでちょっとかけるだけなんでね、タレかけるなやつなんじゃないですよ。今回の島うどんみたいなやつだとあのスープをねさらに吸いますんでね、そうするとねこれは独特のねあのもっちり感が出るんでね、これがまだねいいんですよね。でまたあのこれ断面積が大きいんですよね、その、コシがある感じの麺じゃないんで、で麺自体が一本一本太いですから、それがね相まってね、あの青さとかねその乗ってるトッピングをね、うまいこと絡めてくれるんでね、これがまた美味しくいただけるっていうポイントになってるんですよね。うまいなということでございました。さあ、おー、これちょっと反対側の方なんか綺麗になってますけどね今。わあすごいな。まあでも山々の合間を、でもここがやっぱり高い山ですからね、すごいなね。いい旅じゃないですかね。一気に下ってますからね、なかなかね、このカメラの画像だと分かりにくいですけど、まあくねくねしてますっていうのはこの道路標識見たら分かるからなんだあの表現はね、まあ、そんだけくねくねしてますよということでございますね。普通の S 字カーブの標識とえらい違いでしたよね。ちょっとご達筆な書道みたいになってましたからね。この辺り結構溝が深いんで、横の溝深いんでね、そこは気をつけた方がいいですよね。この辺りちょっと山の中切り開いてる感じのところは走って、もう一回絶景スポットがあるはずなんですけどね、今度は島地方の方がどんどん見えるような感じになってくるかな。エンジンブレーキ使用で出ましたね。ここからまた下るか、セカンドに入れて、これセカンドに落としましょうか。ローに落とす必要はさすがにないと思うんだけど、どうだろう。おお、なかなか急な下りですね。ここはさすがにブレーキするかな。
うん、なるほどね。空気が美味しいからいいですね、うん、さあこれで伊勢志摩スカイラインの鳥羽の料金所の方に出ましたね。あ、ちょっと映ってなかったですけど、映ってたかなまあまああのあっちと同じような感じの出入り口になってますけどね。でもう出口の方はそのままスーッと出れますよって感じになってますと。で入り口の方で料金払うオンリーですね、っていう形になっておりますと。さあでここまで来たら、まあ、あとは、まあ、もう無料区間って言ってますからね。トーバーの前の方に出てくるはずです。こちら私の方もいい。これで鳥羽のね前の方に来てますよという形になってますね。でこれで鳥羽の一番が要は鳥羽の駅前の方ですねに出てきますと右側にね駅があります。鳥羽の駅があってこっち側にね、いろいろと鳥羽の地盤街とかがありますよといった流れになってます。で、今度はね、あ、こっちの方もすごいお客さんだ。わあ、おお、きつだな。これはタコスか？じゃ、ローレル。ましたね。ああ、今日は駐車のなんかそういうあれがあるんですかね。よく見かけますね。で、ちょっと渡ってくると、あ、この感じでこの辺りもすごい混んでるね。そう、ここからね、今ね、いろんな船着き場がありますけど、ここは観光船の待ち合い所になっとって、あ、ちょうど船が入ってきてますね。これ鳥羽湾の方をぐるぐる止まる感じですね。で定期連絡船は確かさっきのね、駅前の近くの方からあったはずです。そう、観光船と別で市が出してるね、いわゆる渡し船みたいなのもありますんで、いろいろ島をがっつりみたいだったら、そっちの方でね周遊切符みたいなのも売ってたはずです。鳥羽の方ねってね。でも車でもすぐですよね。歩いても行けるぐらいの距離のところに鳥羽水族館もあります、まあ、この辺りが商店街とかね、いろんな観光のお土産屋さんとかも兼ねてるんで、本当はこの駅前のね、鳥羽水族館のすぐ近くに中野郷駅っていう駅があるんですけど、どちらかというとそこよりは鳥羽駅を使ってそこからこう歩いて観光で楽しんでくださいよっていうような作りになってますね。でここが鳥羽水族館。日本で最大規模なんですよね。でここの隣がね中野郷駅ですけど、もうメインはやっぱしこの通りを通ってくる感じになってますね。観光のところがひとしきり終わると、今のところでね あれも終わりますんでね、伊勢湾フェリーの乗り場も先の近くに、今の鳥羽水族館の近くにあって、でこっからがどっちかというと、市民の憩いの場になってくるのかなっていうところが変ですね。地元のお店とかがこっちの方に先にありますよって感じですね。こっから島がまあまあ遠いけどな。
磯部方面に行かつかなかったから、の先のところを曲がって、まっすぐ行ったらね、鳥羽のイオンがありますけど、ここを曲がった方のが、島方面スーッと抜けていくのには便利かな。今日はご飯も食べてありますので、これで全然問題ないですね。鳥羽の牛タンも超えていくと、この辺りは、近鉄島線とね、並走している区間になってきますよね。梅の屋本店、このところに昔どころなんかもあるんですね。オープン撮ったら、映ってるかな、映ってないかな。ビスタカーが。じゃあちょうどくぐってってますね。この辺りはね、カーブが多い兼ね合いでね、なかなか低速走行ですからね。よいしょ。そう、なおしても出やすい機械があってね、入り組んだところを走っておりますからですし、もともと島線を最初作った頃はね、近鉄系ではなかったんですよね。うん、ですから国鉄とね、飛ばずってね、きれい接続して貨物輸送なんかも行ったりとかもしてたりとか、ね、もともと開始するまではね、ですから表記でしたしっていうような流れもあるんで、比較的その線形としてはかなりくねくねとしてるってところなんで、特急でもね、停車駅は減らしてますけど、結構、速度はね上がらないで、まあ逆にね、そこの景色をねゆっくり楽しむ分にはね全然いいですからね。そういうような感じのところですよね。あと鳥羽から先はね、鳥羽まではね、バックし飛ばしてきますからね、あれですけど。